どうも、久しぶりの青空食堂です。昨日がね、すごい台風のような、嵐だったんですよ。まあ、時間的には30分ぐらいだったんだけど、夕方の4時ぐらいから4時半ぐらいがピークだったかな。で、その後ぐらいまで、まあ、5時までにはさーっと行っちゃったんだけど、まあゲリラ豪雨、ものすごい豪雨だったんで、まあ、今補修が終わりました。いろいろとね、神社の屋根が飛びそうになりました。パターンってね。隣の家は瓦が持ってかれて本当に大変だなと思って、ね、前の親戚の家もトタンが剥がれちゃってね、あの朝からもうみんなここら辺一帯トンカチの音、トン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 ね、まあ、それ補修の音ばっかりだったんで、まあ、ようやく終わって、午後もうだいぶくたびれたんでね、冷やしそうめんね、これいきたいと思います。定番のビール、いただきます。本当昨日の風がひどかったね。あらね。一輪車がね、だいぶ吹っ飛んでた。どっかに当たらなくてよかった。隣の家はね、外に置いてあった冷蔵庫がね、吹っ飛んだ。外の裏に置いといた。家の裏に置いといた冷蔵庫がもう一個家があって、その間になんか吹っ飛んでたずっと一応竜巻も発生したらしいんだよね。だいぶ被害が大きかったらしい。でマジな話、そうめんだから早く食べちゃった方がいいね。伸びちゃうからね。だよね。いいよね、こうやって食べるとね。このコキア見てよ、ほらこのコキア見て、このコキア、これこんなに大きくなる。これも後で植えるけど、どこに植えるかが問題。でも決まってんだよね。河原屋さん隣んち午後に来るかな。なんか今日もここら一帯だから屋根が結構やられた家が多いらしいんで、瓦屋が今大忙しだ。その花は何なの？これね、この花。昨日の風に結構やられちゃったよ。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。